処刑されたムッソリーニの遺体写真を掲載する正常期新聞本校ではベニートムッソリーニの死について記述する。かつてイタリアのファシスト独裁者として君臨していたベニートムッソリーニは1945年4月28日第二次世界大戦の欧州戦線が最終局面を迎える中で死亡した。ムッソリーニの最後は 北イタリアのジュリーノ・ディメッツェグラという集落で正式な裁判にかけられることなくパルチザンによって即時処刑されるというものだった。イタリア国外の歴史家はムッソリーニはバルテル・アウディジオという共産党のパルチザンによって銃殺されたとの見解でほぼ一致している。しかしイタリア国内ではムッソリーニが死を迎えた状況並びにムッソリーニを殺害した人物をめぐって 戦後から現代に至るまで議論が続けられており、今日においても混乱や論争が引き起こされている。1940年6月、ムッソリーニはイタリア王国をドイツの側で第二次世界大戦に参戦させたが、戦況は次第に悪化した。 1943年秋の時点で、ムッソリーニは北、イタリアに樹立された、ドイツの傀儡国家の指導者に身を落としており、南から侵攻してくる連合国のみならず、国内のレジスタンスの脅威にも直面していた。1945年4月、連合国軍がドイツ軍の北、イタリアにおける最後の防衛戦を突破し、パルチザンの一斉放棄が各都市を席巻する中、 ムッソリーニの身にも危険が迫っていた。1945年4月25日、ムッソリーニは本拠としていたミラノを離れ、スイスとの国境に向かって逃走した。4月27日、ムッソリーニとその愛人クラーラ・ペタッチはコモコハンのドンゴという町の近くで地元のパルチザンにより逮捕された。ムッソリーニとペタッチは翌日の午後に射殺された。 ムッソリーニの死は、アドルフ・ヒトラーの自殺の2日前の出来事だった。ムッソリーニとペタッチの遺体は、ミラノに運ばれ、郊外のロレート広場に放置された。広場に詰めかけた群衆は怒りに任せて、遺体を侮辱し、殴る蹴るの暴行を加えた。その後、遺体は、広場内のガソリンスタンドの桁から逆さに吊るされた。ムッソリーニは、墓標なしで埋葬されたが、 1946年にファシズム支持者によって遺体は掘り起こされ、盗まれた。盗難から4ヶ月後、当局はムッソリーニの遺体を取り戻し、その後の11年にわたって遺体を秘密裏に保管していた。1957年、ムッソリーニの亡骸は、故郷、プレダッピオにあるムッソリーニ家の納骨堂に改めて埋葬された。 フレダッピオにあるムッソリーニの母病は、ネオファシストにとっての巡礼地の一つとなっており、ムッソリーニの命日には、ネオファシストの集会が開かれている。戦後、イタリアでは、ムッソリーニの死について公式な見解を疑問視する声が湧き上がった。それにまつわる論争については、ケネリ大統領暗殺事件の陰謀論との類似点が指摘されることもある。 アウディジオによる証言の信憑性に疑問を持つジャーナリスト、政治家、歴史からはムッソリーニの死の真相について諸説を発表しており少なくとも12名の異なる人物がムッソリーニ殺害の実行者として名前を挙げられている。ムッソリーニの銃殺を実行したとされる人物には後にイタリア共産党書記長となるルイージロンゴや後のイタリア共和国大統領 アレッサンドロ・ペルティーニが含まれている。一部の著述家は、ムッソリーニの殺害が、イギリスの特殊作戦部隊による工作の一環であったと主張しており、その目的は、ウィンストン・チャーチルがムッソリーニと交わした往復書簡を回収し、不名誉な密約を隠蔽することにあったとしている。しかし、アウディジオがムッソリーニの処刑を実行したとする公式な見解は、 今なお最も信憑性の高い説明として広く受け入れられているイタリア社会共和国の支配地域の図1943年12月時点黄緑と緑の領域1944年9月時点緑の領域1922年に政権の座について以来ムッソリーニは国家ファシスト等の指導者としてイタリア王国を支配する立場にあり 特に1925年以降は独裁者として君臨し、ルーチェと称されていた。1940年6月、ムッソリーニはイタリア王国をドイツの側で第二次世界大戦に参戦させた。1943年7月の連合国軍によるシチリア島への上陸作戦の後、イタリアは連合国陣営に倶りえし、ムッソリーニは解任された上で身柄を拘束された。 1943年9月、ムッソリーニはドイツ軍の部隊によるグランサスソ襲撃で遊兵先から救出された。ヒトラーは救出されたムッソリーニをイタリア社会共和国の元首に就任させた。北、イタリアに樹立されたイタリア社会共和国はガルダコ畔の町、サロを拠点とするドイツの傀儡国家だった。サロ共和国と別称されたこの国家は 1944年の時点で南から侵攻してくる連合国軍のみならず国内のレジスタンス運動の脅威にもさらされていた。反ファシストのパルチザンとイタリア社会共和国の間で行われた残忍な抗争は後にイタリア内戦として知られることになった。連合国軍はイタリア半島を北上しながらゆっくりと進撃を続け1944年の 夏にはローマ、次にフィレンツェを陥落させた。そして1944年末、連合国軍は北、イタリアへの進撃を開始した。1945年4月、ドイツ軍の防衛戦であるゴシック戦が完全に崩壊すると、イタリア社会共和国とその後ろ盾である、ドイツ軍の全面的な敗北は時間の問題となった。1945年4月25日、 ミラノ県庁を離れるムッソリーニ。生前のムッソリーニを写した最後の写真とされている。1945年4月中旬以降、ムッソリーニはミラノを本拠として定めており、ムッソリーニとその政府はミラノ県庁に今日構えていた。1945年4月末、ドイツ軍の撤退を受け、パルチザンの指導部である北イタリア国民、解放委員会は、 北イタリアの各使用都市における一斉放棄の決行を宣言した。ミラノがすでにクラ内の影響下にあること、そして北イタリアのドイツ軍の降伏が目前に迫っていることを受け、ムッソリーニは1945年4月25日、北に逃れてスイスへと向かうため、ミラノを離れることにした。ムッソリーニは自動車と数台の装甲車からなる約30台の車列を編成し、 4月25日午後8時ごろ、愛人のクラーラペタッチや、他の共和ファシスト党幹部らと共に、ミラノを出発した。ムッソリーニがミラノを離れたのと同じ日、君来は次のように宣言した。憲法が保障する権利の抑圧、人民の自由の破壊、及びファシスト体制の成立について有罪であり、国家を裏切ることで現状の大惨事を引き起こしたファシスト党幹部、並びに、 ファシスト政府のメンバーは死刑に処せられることとなる。クラナイ、1945年4月25日の、福国ミラノを離れた後、ムッソリーニがたどったコモコ周辺の経路ミラノを離れた、ムッソリーニ一行は北に進み、コモを経由して4月26日には、コモコ西岸のメナジオに到着した。四月十七日の早朝、一行の前に撤退中のドイツ軍校舎法部隊が、 偶然現れ、ムッソリーニはこの部隊と合流することを決めた。4月27日午前6時、ムッソリーニ一行とドイツ軍部隊はメナ城を出発して北上を続けたが、午前7時30分頃、ドンゴに近いコモコ北西のムッソの路上で一行の車列は地元パルチザン部隊が設置したバリケードに遭遇し、停止することを強いられた。 ピエル・ルイジ・ベッディーニ・デッテ・ステルレとウルバーノ・ラッザロが指揮する地元パルチザンはこの車列にイタリア人のファシスト党幹部が同行していることを認識したもののこの時点ではムッソリーニの存在には気づかなかったパルチザンはドイツ軍に通過を許可する見返りとして車列に同行していたイタリア人全員を引き渡させたその過程で一台の車両の中で ぐったりと座っているムッソリーニが発見された。後にラッザロは発見時のムッソリーニの様子を振り返って次のように語った。ムッソリーニの顔はまるでろうのように青白く、うつろな眼差しは何も見えていないかのようだった。疲れ切っているのが見て取れたが、恐れている様子はなかった。彼は完全に気力を失っており、精神的に死んでいるように見えた。 1945年4月27日午後4時、ムッソリーニはパルチザンによって逮捕された。ムッソリーニはドンゴまで連行され、町の役所に拘留された。間もなく、愛人のペタッチも同様に逮捕され、ドンゴに連れて来られた。最終的に、車列からは50人以上のファシスト党幹部と、その家族が発見され、パルチザンによって逮捕された。そのうち、 最重要人物とされた16人が逮捕の翌日にドンゴで即時処刑された。その後の2日間ではさらに10人が処刑されることとなった。ムッソリーニの愛人クラー・アラペタッチ4月27日午後7時頃、ムッソリーニの身柄はドンゴから少し離れたジェルマージノという集落の財務警備隊の弊社に移された。ジェルマージノでムッソリーニは パルチザン指揮官のベッディーニデ・デッレ・ステッテに対し、ドンゴに残されていたペタッチへの伝言を頼んだ。ドンゴでムッソリーニからの伝言を受け取ったペタッチは彼の側にいたいとベッディーニデ・デッレ・ステッテに懇願したため、彼はペタッチをムッソリーニの元に連れて行った。ドンゴ周辺では依然として戦闘が続いており、パルチザンたちはムッソリーニとペタッチが ファシスト等の支持勢力によって奪還されることを恐れていた。そこで真夜中になってから近隣で農業を営むデマリアという人物の家まで再度二人を移送した。安全な監禁場所と考えられた。この民家でムッソリーニとペタッチは残りの夜を過ごし、翌日も大半の時間をそこで過ごすことになった。ムッソリーニが逮捕された日の午後、アレッサンド・ロッペルティーニは ラジオミラノの放送上で次のように宣言した。無法者集団の首領であるムッソリーニは、憎悪と恐怖に満ちた様子で、スイスとの国境を越えようとしたところを逮捕された。ムッソリーニの身柄は、速やかに、イタリア国民による法廷に引き渡され、裁かれねばならない。我々は、この男は重殺の名誉に値しないと考えているが、それでも裁判にかけることが必要である。本来、 ムッソリーニは不潔な犬のごとく殺されるべき男だ。誰がムッソリーニの即時処刑を決定したのかについては諸説が存在する。イタリア共産党初期長であったパルミーロ・トリアッティはムッソリーニが逮捕される以前に自分がムッソリーニの処刑を命令していたと主張した。トリアッティは1945年4月26日に 彼らの処刑を決定するために必要な条件は、彼ら本人であることの確認だけだとのメッセージを、無線電信で送ることで、ムッソリーニ処刑の命令を下していたと述べた。取り合ってはさらに、イタリア王国の副首相及び、イタリア共産党の書記長として、処刑の命令を下したと主張した。後に、当時のイタリア王国首相、イバノエボノーミは、 トリアッティの命令が政府としての権限や承認を得たものであったことを否定した。ミラノの上級共産党員であったルイージ・ロンゴは当初、ムッソリーニ処刑の命令はパルチザンの軍曹司令部からクラナイの決定を受けて下されたものであったと語っていたが、後に異なる証言を行い、ムッソリーニ逮捕のニュースを知ったロンゴとフェルモ・ソラーリがムッソリーニが即時処刑されるべきとの意見で、 直ちに一致し、ロンゴが処刑執行の命令を下したと述べた。ルイージ・ロンゴとパルミーロ、トリアッティ・クラナイにおける行動等の代表だったレオ・バリアーニの証言によれば、ムッソリーニ処刑の決定は1945年4月27日の夜、クラナイを代表して活動するグループによって下されたという。クラナイは、ムッソリーニの死の翌日、 ムッソリーニがクラナ内の指令によって処刑されたと発表した。いずれにしても、ロンゴは共産党パルチザンのバルテル・アウディージオに対して、直ちにドンゴへ向かい処刑命令を遂行するよう指示した。ドンゴは処刑を命令するにあたって、奴を撃って来いと声をかけたとしている。ロンゴはまた、別のパルチザンであるアルド・ランプレーディに、アウディージオに同行するよう頼んだ。ランプレーディによれば、 ロンゴは、アウディジオの性格が、精一気で、強情かつ無効水であると考えていたため、ランプレーディオ任務に同行させたという。ムッソリーニが処刑された、ベルモンテ層の入り口、ミケーレモレッティが所持していた、フランス製マスマイナス38短期間銃。バルテル・アウディジオがムッソリーニを射殺した際に、使用されたと言われている。ムッソリーニとペタッチが死亡した状況について、 マルテル・アウディジオが語った証言は、少なくともその大枠においては依然として、最も信憑性の高いものであり、イタリアでは、公式な見解として扱われる場合もある。アウディジオの証言は、アルド・ランプレーディによる証言とも大枠で一致していた。1960年代には、ベッディニ・デッテ・ステルで、ラッザロやジャーナリストのフランコ・バンディーニによる著作が、出版され、これらは、 ムッソリーニ処刑についての古典的な説明を提示した。それぞれの人物が語るムッソリーニの死の経緯は細部に違いは見られるものの、重要な事実関係については共通していた。1945年4月28日の早朝、ドンゴから下された命令を遂行するため、アウディジュとランプレディはミラノを離れた。二人はドンゴに到着すると、 地元パルチザンの団長ピエル・ルイジベッリーニデレ・ステレと会見し、ムッソリーニを引き渡させるように話を取り決めた。この任務中、アウディジオは、バレリオ大佐との偽名を名乗っていた。午後になると、アウディジオは、ランプーレディア、ミケーデ・モレッティラの同志を引き連れて、デマリアの農家まで車を走らせ、ムッソリーニとペタッチの身柄を引き取った。二人を車に乗せた後、 アウディジオラはジュリーノ・ディメッツェグラと呼ばれる集落へと向かった。車は細い道に面したベルモンテ層の入り口で停止し、そこでムッソリーニとペタッチは車から降りるように指示され、兵の前に立たされた。その後、アウディジオはモレッティから短期間銃を借り、午後4時10分にムッソリーニとペタッチを射殺した。アウディジオの証言とランプレーディの証言にはいくつかの、 サイが存在する。アウディージオは死の直前にムッソリーニが臆病に振る舞っていたと語るが、ランプ・レーディはそれを否定している。アウディージオはまた処刑前に死刑判決を読み上げたと主張したが、ランプ・レーディの証言にそのような事実は含まれていない。他方、ランプ・レーディはムッソリーニの最後の言葉が、 心臓を狙いであったと語るが、アウディジオの証言におけるムッソリーには処刑直前、処刑中に一切の言葉を発していない。アウディジオの証言には、ラッザロやベッディーニデッテ・ステッテを含む他の関係者の証言とも食い違う部分がある。ベッディーニデッテ・ステッテの証言では、ドンゴでアウディジオとベッディーニデッテ・ステッテが会見した際、アウディジオは、 前日に囚われたファシスト等関係者の名簿を要求した後、名簿上のムッソリーニとペタッチの名前に処刑対象であることを示すマークをつけた。ベッリーニデッテステッテは、ペタッチが処刑対象とされたことに疑問を呈し、アウディジオに抗議した。それに対しアウディジオは、ペタッチがムッソリーニの相談役であったと語り、ムッソリーニの政策決定に影響を与えたために、 ムッソリーニと同罪であると述べた。ベッディーニデッテ・ステッテによれば、このやりとり以外に処刑についての議論や手続きは一切行われなかったという。一方、アウディジオは1945年4月28日にドンゴでアウディジオを議長とする戦争裁判が開かれ、ランプ・レーディ、ベッディーニデッテ・ステッレ、モレッティ、ラッザ・ロラが参加したと主張した。この裁判では、 ムッソリーニとペタッチに死刑が言い渡されたほか、すべての処刑が反対なしで可決されたという。後に、ラッザロは、このような戦争裁判が開かれたことを否定した上で、次のように語った。私は、ムッソリーニは死刑になるべきだと信じていた。だがその前に、法に則っ,った裁判にかけられるべきだった。あのように処刑するのはひどく野蛮だった。 アウディジオは1970年代に表した本の中でドンゴで4月28日に下されたパルチザン幹部によるムッソリーニ処刑の決定は戦争裁判開催に関するクラナイ規則の第15項に準拠したものであり正当な判決として認められると主張した。しかし裁判長及びクラナイ規約が求める戦争委員が裁判に不在だったことからこの主張には 疑問が持たれている。独裁者として君臨していた当時、ムッソリーニの肉体を描いた肖像は、ファシスト党によるプロパガンダの中核をなすものだった。そのため、ムッソリーニの死後もその肉体は強力なシンボルであり続け、支持者からの崇拝の対象、敵対者からの侮辱と軽蔑の対象となり、大きな政治的重要性を帯びていた。 1945年4月28日の夜、ムッソリーニとペタッチの遺体は、処刑された他のファシスト党幹部の遺体と共に、バンに積み込まれ、ミラノに向かって南へと運ばれた。4月29日の未明、バンはミラノに到着し、ムッソリーニらの遺体は、ミラノ中央駅に近いロレート広場の地面に投げ捨てられた。ロレート広場では1944年8月、 パルチザンの襲撃及び連合軍の空爆への報復として15人のパルチザンが銃殺された後、その遺体が見せしめに放置されたという経緯があり、パルチザンがこの広場を選んだのはその意思返しだった。ムッソリーには15人のパルチザンが処刑された当時、ロレート広場で流れた地のために、我々は高いツけを払うことになるだろうと語っていたと伝えられている。 ムッソリーニらの遺体は積み重なった状態で放置された。4月29日午前9時を回る頃には、おびただしい数の群衆が広場に詰めかけていた。群衆は遺体に野菜をぶつけ、唾を吐きかけ、尿をかけ、銃,け銃撃し、足毛にした。ムッソリーニの顔面は殴打され、変形した。あるアメリカ人の目撃者は、これらの群衆を表して、邪悪で下劣、無秩序であると述べた。 逆さ釣りにされたムッソリーニたち。ムッソリーニ、愛人のペタッチ、その他のファシストその後しばらくして、ムッソリーニらの遺体は、スタンダードオイルのガソリンスタンドの骨組みの桁まで持ち上げられ、食肉用のフックに引っ掛けられて逆さ釣りにされた。逆さ釣りというのは、吊るされた人物の汚名を強調するために、北、イタリアでは中世から行われてきた方法であった。 ただし実際にムッソリーニらを逆さ釣りにした人々によると、これは単に遺体を群衆から保護するための処置であったという。ロレート広場での一連の出来事を記録した映像は、彼らの主張を裏付けているように見える。ミラノ市遺体安置所に置かれたムッソリーニトペタッチの遺体1945年4月29日午後2時頃、ミラノに到着していたアメリカ軍当局が、 逆さ釣りされたムッソリーニらの遺体を下ろすことを命じ、検視の準備のため遺体を遺体暗記書に移送させた。遺体暗記書では、あるアメリカ陸軍のカメラマンが移送後の遺体の写真を、いくつか撮影したが、その中には、ムッソリーニとペタッチの遺体にポーズを取らせ、あたかも二人が腕を組んでいるかのように見せた、悪趣味なものも含まれていた。1945年4月30日、 ミラノ法医学研究所でムッソリーニの検視が行われた。ある検視報告書ではムッソリーニは9発の銃弾を受けたとされ、別の報告書では7発の銃弾を受けたと述べられている。そのうち心臓に近い位置の4発の銃弾が死因として示された。銃弾の光景は特定されなかった。このほか一体からはムッソリーニの脳の標本が採取され、分析のため、 アメリカへと送られた。その意図は、梅毒がムッソリーニの精神異常を引き起こしたという仮説を証明することにあったが、脳の分析結果は、梅毒の存在を示さず、梅毒の証拠は、ムッソリーニの体からも発見されなかった。一方で、ペタッチの検視は一切行われなかった。ミラノでの見せしめと検視を経て、ムッソリーニの遺体は、 ミラノ北部のムゾッコ墓地に埋葬された。埋葬地に墓標は置かれなかった。1946年の復活祭の日曜日、ドメニコレッチージという名の若いファシストは埋葬場所を突き止め、二人の友人とともにムッソリーニの遺体を掘り起こして盗んだ。当局による捜索が行われる中、その後16週間にわたって遺体は点々と各地に運ばれた。その間、別荘や、 修道院などが遺体の隠し場所として利用された。最終的に、ムッソリーニの遺体は1946年8月、ミラノからさほど離れていないパビア修道院で片足が欠損した状態で発見された。ファシズムへの共感を持つ二人のフランシスコ会、修道士がレッチージが遺体を隠すのに手を貸したとして罪に問われた。レッチイジは6ヶ月の懲役刑を受けることとなったが、 その罪状は通過偽造であり、ムッソリーニの遺体を盗んだこと自体については無罪方面となった。その後当局は、ムッソリーニの遺体がチェロマッチョーレの小さな町にあるカプチン海修道院に置かれるよう手配した。その後の11年間、遺体はこの修道院に保管されていた。その間、ムッソリーニの遺体の場所は遺族にすら秘密にされていた。ムッソリーニの遺族は何度も、 遺体の引き渡しを求めたが、1957年になるまで政府は、その要求を受け入れなかった。1957年5月、新たに首相に就任したアドネツオーリは、ムッソリーニを、故郷のエミリア・ロマーニャ州、プレダッピオに、改めて埋葬することに合意した。背景には、議会におけるツオーリの地位が、極右勢力からの支持に依存していたほか、ツオーリ自身もプレダッピオに、 ルーツがあり、ムッソリーニの未亡人だけレグイーディをよく知っていたという事情があった。故郷、プレダッピオに置かれたムッソリーニの母病1957年9月1日、プレダッピオにあるムッソリーニ家の納骨堂で詰めかけた支持者らがローマ式経礼を行う中、ムッソリーニの改装が実施された。ムッソリーニの遺体は大きな石棺の中に横たえられた。 石棺のある母廟にはファシスト等のシンボルが飾られており、ムッソリーニをかたどった大遺跡の塔像が設置されているほか、母廟の前には参拝者が記名するためのノートが置かれている。ムッソリーニの母廟はネオファシストにとっての巡礼地の一つとなっている。ノートに記名する訪問者は1日に数十人から数百人程度だが、重要な記念日には数千人が記名することもある。 ノートに書き込まれるコメントのほとんどはムッソリーニを支持する内容となっている。ムッソリーニの命日である4月28日はネオファシストたちが大規模な集会を行う重要な3、記念日の一つでもある。プレダピオではこの日、ムッソリーニの支持者が街の中心から納骨堂の前まで行進する。この行事には通常数千人が参加し、スピーチや合唱。 ローマ式経礼などが行われる。1966年、ムッソリーニの脳組織の標本が1945年以来保管してきたワシントン DC の聖エリザベス病院からムッソリーニの未亡人に返還された。未亡人は返還された脳組織をムッソリーニの母病に置かれた箱に収めた。歴史家のジョン・フットはこの出来事を表して、ついに処刑執行から19年後、 休まることのなかったベニーとムッソリーニの遺骸が再び一箇所に集められ、ほぼ一体の状態に戻ったと述べた。2009年、検死の際に盗まれた可能性のあるムッソリーニの脳、及び血液の標本が、イーベにて1万5000ユーロの値段で売りに出されたと報告された。イーベ側は、この出品を直ちに取り下げたため、誰も入札することはできなかった。 ムッソリーニの検視が行われた病院筋によれば、検視の際に採取された標本はすべて1947年に廃棄されたという。ムッソリーニの孫娘であるアレッサンドラ・ムッソリーニは、この件に関して警察が調査を行うことを要請した。イタリア国外では、ムッソリーニの死については、アウディジオの説明が広く受け入れられており、論争が行われることは少ない。 他方、イタリア国内では1940年代後半から現在に至るまでムッソリーニの死の真相をめぐる広範な議論が行われ様々な説が生み出されてきており少なくとも12名の異なる人物がムッソリーニ中殺の実行者として名前を挙げられている。ムッソリーニの死をめぐる議論はイタリアにおける陰謀論の代表としてケネディ大統領暗殺事件の陰謀論との 類似点が指摘されることもある。1947年になるまで、ムッソリーニ処刑へのアウディジオの関与は引得されており、共産党シエルニタ上で1945年末に発表された最初期の報告では、ムッソリーニ中殺の実行者は単にバレリオ大佐とされていた。アウディジオの本名が最初に言及されたのは、イル・テンポ氏の1947年3月の 記事においてであり、その後共産党が公式にアウディジオの関与を認めた。1947年3月下旬には、処刑への関与について、それまで公に語ってこなかったアウディジオが、エルニタ上の一連の5本の記事の中で、自らの証言を発表した。ここで証言された内容は、アウディジオが表し、死の2年後に出版された本でも繰り返されている。 アウディジオの証言以外にも、ムッソリーニの死については、諸説が発表されており、1960年代には、ラッザロとベッディーニデッテステッテが表した、ドンゴ、ラファインディムッソリーニ及びジャーナリストのフランコ・バンディーニによる、デユル・ティーム95オレディムッソリーニが出版され、これらは、ムッソリーニ処刑についての、古典的な説明を提示した。ほどなく、 アウディジオが当初 L2 他上で発表した証言とアウディジオがその後に言った証言及び他の関係者による説明との間に食い違いがあることが指摘されるようになった。アウディジオの証言は真実を中心としたものである可能性が高いが他方でそこには確実に誇張が含まれていた。指摘された矛盾点と明らかな誇張は政治的な目的で共産党が アウディジオを処刑実行者に仕立て上げたとの発想と結びつき、一部のイタリア人はアウディジオの証言のほとんど、またはすべてが虚偽であると信じるようになった。1996年、それまで公表されてこなかったアルド・ランプレイディの証言がエルニタ上で発表された。これは、ランプレイディが1972年に共産党の記録資料として書いた。 ムッソリーニ処刑についての報告で、飾らずに起こった出来事を伝えており、重要な経緯の説明は、アウディジオの証言と一致していた。ランプレイディは、間違いなく、処刑を目撃した人物の一人であることに加え、共産党が保管する非公開の記録として、この報告を作成していたため、真実を歪めて伝える動機はなかったと、考えられている。さらには、ランプレイディは、 実直な性格で知られており、また、アウディジオを個人的に嫌っていることでも有名であった。これらの要因により、彼の証言とアウディジオの証言が大枠で一致していることは重要視されている。ランプレーディの証言が公表された後、ほとんどの専門家はその信憑性を認めた。歴史家のジョルジョ・ボッカは次のように述べた。50年にわたって組み立てられてきた、 ルーチェの最後についての質の悪い虚構は、ランプレーディの証言によって一掃された50年間で広められた多くの馬鹿げた説は事実ではなかったのだ。真実は今や明白になった。パルチザンの指揮官であったウルバーノ・ラッザロは、1993年の著書、ドンゴ・ハーフ・エーセンチュリー・オブライズにおいて、アウディージオではなく、ルイージ・ロンゴこそが バレリオ大佐の正体であると改めて主張した。同署で、ラッザロは、ムッソリーニが4月28日の午後4時10分以前に、帰せずして負傷していたとも主張した。ラッザロによると、4月28日のより早い時間に、ペタッチが一人のパルチザンから銃を奪い取ろうとした際、ペタッチはそのパルチザンに射殺され、ムッソリーニは被弾して負傷した。その後、 ミケーレ・モレッティがムッソリーニに発砲してとどめを刺したという。イギリスの戦時秘密作戦部隊である特殊作戦執行部がムッソリーニの死に関与したという主張は複数存在しており、そこでは当時のイギリス首相ウィンストン・チャーチルがムッソリーニ殺害を支持した可能性が示唆される。これらの説においてはムッソリーニの殺害はムッソリーニとチャーチルの間で交わされた。 不名誉な内容の往復書簡を回収し、両者の秘密協定を隠蔽するための裏工作の一環なのだという。問題の書簡は、ムッソリーニがパルチザンに拘束された際に所持していたとされ、その内容には、ムッソリーニがヒトラーを説得し、ドイツを欧米諸国による大ソビエト連邦連合に引き入れることと引き換えに、講和及び領土的情報をムッソリーニに約束する。 胸の申し出が含まれていたという。英国実行説の提唱者には、歴史家のレンツォ・デ・フェリーチェや、ピエール・ミルザ、ジャーナリストのピーター・トンプキンズや、ルチアーノ・ガリバルデが含まれるが、この説が受け入れられることは少ない。ウィンストン・チャーチル1994年、かつてのパルチザン指揮官であるブルーのロナティは、著書の中で、ムッソリーニを射殺したのが自分であり、ペタッチを射殺したのは、 彼の任務に同行した、ジョンというイギリス陸軍士官であると主張した。ジャーナリストのピーター・トンプキンズは、シシリー島にルーツを持つソエーエージェントの男、ロバート・マキャロンが、ジョンの正体であることを突き止めたと主張している。ロナティによれば、4月28日の朝、彼とジョンはデマリアの農家に赴き、午前11時ちょうど、コロニムッソリーにトッペタッチを射殺したという。 2004年、イタリアの公共放送テレビ局内で、トンプキンズが共同制作者を務めるドキュメンタリー番組が放送され、英国実行説が全面に押し出された。このドキュメンタリーの中で、ロナティはインタビューを受けており、デマリアの農家に到着したサエの様子について、次のように証言した。ペタッチはベッドの上に座っていたが、ムッソリーには立っていた。 ジョンは私を外に連れ出し、ムッソリーニとペタッチの二人ともを殺害することが彼に与えられた命令なのだと告げた。ペタッチは生かしておくには多くを知りすぎていたからだ。私は私にペタッチを撃つことなどできないと言った。それでジョンがペタッチを撃つことになったが、同時にジョンはムッソリーニの方は必ずイタリア人によって殺されなければならないと言った。 ロナティラは、ムッソリーニとペタッチを、家の外に出し、近くの小道の端まで連れ出した。そして、二人を兵を背にして立たせた後に射殺したという。このドキュメンタリーには、母がロナティラによる処刑を目撃したと語る、ドリーナ・マッツオーラという女性のインタビューも含まれていた。マッツオーラは、自身も、銃声を耳にしたと主張しており、その際に、時計を見ると、 もうすぐ11時になる頃だったと証言した。同番組は、その後のベルモンテ層における発砲は、隠蔽工作の一部として演出されたものだと主張した。英国実行説は、それを証明するために必要な証拠が欠落している、ことで批判を受けているが、とりわけ、チャーチルとの往復書簡の存在が証明されていない、ことは批判の対象となっている。 ソイの活動の歴史を研究しているクリストファー・ウッズは2004年に放送されたラインのドキュメンタリー番組についてコメントし番組内での主張について陰謀論の愛好に過ぎないと完全に否定した一部の人々はムッソリーニとペタッチが4月28日の午後4時10分以前にデマリアの農家の付近で銃殺されておりジュリーノ・デメッツェグラでの処刑は遺体を用いて 演出されたものだと主張しているこの説は1978年、フランコ・バンディーニが最初に提唱したものだった。ムッソリーニの死をめぐっては、その他にも諸説が発表されており、その中には、戦後にイタリア共産党書記長になったルイージ・ロンゴだけでなく、未来のイタリア共和国大統領、アレッサンドロ・ペルティーニもまた、ムッソリーニ中殺の実行者であったと主張するものも、ある。 このほか、ムッソリーニがシアン化物のカプセルを用いて自殺したとする説も存在する。ありがとうございます。